おはようございます。2016年2月6日土曜日6時5分になりました。もうこの日曜日、明日ですね、明日明後日月曜日にかけて結構また冷えるようで、場所によってはまたなんかどか雪になるかもしれないみたいな話が出てますけれども、まあ本当今年は、今年というか去年からね、もうなんか天候がかなりこう荒れまくってますよね。もうこの話ばっかり、なんかこの 2,3 年ぐらいですかね、夏がめちゃめちゃ暑かったり、冬がもう極端に寒かったりとか、そんな状況になってて、もうね、大変な感じになってますけども、まあまあ、でもこれが何度も言ってますけども本当なのかもしれないっていうね、なかなかその天候のことは、そんな100年200年見たところでどうなんすかねって感じですけどね、何千年っていう単位で見ないことにはそんな誤差の範囲というかそんなレベルなのかもしれないし、逆にここ数百年が安定しすぎてたのかもしれないし、わかんないですね。さて、今日はですね、シネトジャパンから日本通信固定電話をスマートフォンで利用できるサービスを提供へということで、これはですね、固定電話ですね、家とか、事務所とかそういうところについてる固定電話の局番があって、市外局番があって局番があってというね、電話をですねスマホで受けれて、でかつスマホからその固定電話の番号で発信できると、番号というか、固定電話で発信するんですけど、そういうのをですねサービスを日本通信が作ったと。で、今までも似たようなサービスあったんですけども、非常に使うのがこうめんどくさかったりしてですね、なかなかいまいち広がってなかったんですけども、今回はですね、例えば事務所にこう、電話を引いて、そこからこうスマートフォンにかけると、その間はですね IP 電話を使うというスタイルになるんですね。でもって、スマホから今度事務所の方にかけるところも IP 電話を使って、でその事務所の電話機を使ってのこう、一般公衆回線電話になるという形になってるんですね。なので、その本当に事務所に置いてある電話を使うことによって、相手のところに表示される電話番号もその事務所の固定電話の番号になると。でそこにかかってきたやつは自動的に、スマホに、転送というか IP 電話でつながるという形になるんですね。なので、本当にその、自宅というか、事務所とかに人がいなくても出先でこう受けれるようになるし、出先からかけれるようになるので、最近はね、いろいろ出てきているその双方だとか在宅ワーカーだとか、私のようなフリーランスでこうやってるようなところとかね、その数人でやってるようなオフィスなんかでも、そのどうしてもみんなが出払って、事務所に誰もいないっていう時間帯ができてしまうのを、この電話を使って受けることによって、あたかもその事務所にいつも人がいるかのような対応ができると。いやー、なかなかね、面白いことを考えるなと思います。ただ一方で、これだけその携帯電話が広がってる中でですね、まだまだビジネスをする上では固定電話があるかどうかっていうのが一つの信頼の指標になってるというかですね、会社の規模を表すような、なんか妙なことになっていて、でいつかけてもその留守電ばっかりっていうところは、ここ人が日中いないねっていうね、なんかそんな風にこう、判断されて、いまいちこう信用がないみたいな、そんな感じになったりとか、なんか妙なところがまだありますよね、そういう意識というか、なんかそんなのがあるみたいで、もういい加減そういうところから脱却しないといけないんじゃないかなと思うんですけどね。その携帯であろうが固定電話であろうが、つながればいいんじゃないのって思うんですけど、逆にですね、私はこういうサービスって
なんか悪用される可能性がなきにしもあらずというような気がしないでもないんで、ちょっとね、なんか嫌な感じがしますけどね。その、そこにいなくてもこう電話が受け取れるだけじゃなくて、そこの番号でかけることができるっていうのがね。まあただまあこれあのまだそんなあの一般的な話じゃないんで、この日本通信のサービスに申し込まないといけないんで、まあそこでの申し込み書とかで今はね特定できるから、悪用されるようなことはないでしょうけども、これがもしそのまあ一種の、ゲートウェイを使うんですけども、それがですね、市販の機器みたいになってきて、こうね、簡単に誰でも使えるようになってきた時に、果たしてこれってどうなのよというか、まあその頃になったら固定電話の番号っていうことが意味がないのかもしれないですけどね。まあなんかそのためだけにこう、固定電話を持ってるっていうのもなんか変な感じもしますけど、そのあたりのね、こう価値観というか、そういうことがこう変わっていかないと、本当その日本の旧態全たるなんか会社というか組織とかそういうものから、社会的なこうなんていうのかな、あの形というか、それが脱却できないような気がしますね。だからあのこのところのいろんな日本の企業、特に、家電メーカーなんかが海外の企業に買収されたりとか、あるいはもう相当危なくなってるね、ところ、まあ、シャープ東芝なんかもうすでにあの、買収されて解体されて、ハヤールの傘下に入ってる三洋、元三洋ですね、なんかもありますし、まあそういう風になってきているところの背景に、こういうちょっとしたことですけれども、なんかその変なところでに価値観を置いてしまうところがあるんじゃないかなと私なんか思います。もう本当その国際的なスピード感ね、ホンファイの動きなんか見てもすぐにこう社長が飛んできて交渉するような、そんな動きができるような企業ってやっぱり伸びてくるわけですよね。だからそのあたりのこう考え方とかいろんなものがこう変わっていかないといけないんじゃないかなと思いながらも、まあこういうサービスが出てくるっていうところにもまあね意味があって、まあこんなのが出てきたことによって、そういう固定電話の価値がまた変わっていくのかもしれませんけど、さてそんなところでもう6時13分になりました。毎週水曜日は週間 IT トレンド X ということで、まあこういうのもポッドキャストとかでも配信してます。ポッドキャストとか iTunes ですね、そちらの方も聞いていただければなと思いますし、またあのホームページしっかり活用したいというのであれば、ホームページのホームページ集客再入門というページもやってますんで、そちらの方もご覧ください。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。